というわけで今回はこちらなんですかね。これはカルピスのソシアルノートといいまして、声のアルバムというのがね、入っているものです。これは売り物の、ものなんですが、まあ、こういうふうにね、歴史に残る、貴重な声ということで、ここにあるんですが、これはレコードですね。で、まあ、森重司祭がね、まだうんと、あの、このおじいさんがまだうんと若い時ね、森重司祭さんはもうずいぶん前にね、亡くなってしまいましたけども、まだあの方がうんと若い時に、カルピスのね、カルピスの歌っていうのはね、にわかにはちょっと考えにくいんですけども、まあそういう歌をね、この昭和40年の10月に、作ってたんですね。で、ここに、もう今ではもう伝記に登場するような人物がほとんどが載ってるんですね。エジソンとか、乃木大佐、東郷元帥、東郷元帥というのは東郷平八郎のことですね。で、あとはレーニン、ヒットラー、スターリン、チャーチル、B 面ですと、開戦ニュースですね。開戦ニュースというのは、日本もついに第二次世界大戦へ突入し、生々しい歴史的な臨時ニュースというのが入っているということですね。で、じゃあ、ルーズベルトね。ルーズベルトと、東条首相。まあ、東条首相ってのはね、その、まあ、戦争の責任を取った人ですね。で、あとは、終戦の、本当ですね。まあ、若者ってのもね、その、終戦日を若者は最近知らないみたいなんだけども、残念なことですな。終戦日という大事な日を若者が覚えてないというね。まあ、悲しいことなんですが、1945年の8月15日に、まあ、終戦日になったと。これは若い兄ちゃんはね、なればなるほど、兄ちゃん、姉ちゃんは覚えておかなければいけません。ね。で、これが毛沢東、カストロ、ケネディ、ガガーリンと。ね。これらの人たちの、もうほとんど伝記に出てくるような人たちなんですが、もうこの人たちの声が、これね、入ってるんですね。この当時のレコードに、入っていて、こうやってスターリンとルーズベルトがね、こう対談したものとか、まあ、いろんなその人たちの歌声が、この中に、まあ、収録されて入っているということですね。で、これは、清宮様のご成人とか、美智子様ご結婚発表、清宮様ご誕生、皇太子ご夫妻の南米に関してということは、クスク様ご結婚発表や君が代とかね、あとはケネディ夫人のメッセージとか、ウィンザー公、パレルフスキー、トルストイ、テルシコアとかね、もう貴重な声が入ってるということですね。で、こういうふうに天皇さんとかケネディ夫人とか、まあこういう方々が貴重な人たちね、天皇さんもいらっしゃいますね。で、こういう人たちの声が入ってるってことですね。で、こういうふうなものに内容に、まあ、なっていると、いうことです。こうやって一つ一つね、レコードがこうカラフルなね、レコードがあって、で、それにこう歌が入ってるということでね、なんですね。でもまあそれぞれの、あれなんですよね、こう、ちゃんと音楽としては別に音飛びとか、まあそういったことがなく、綺麗な、傷もあんまりなくね、綺麗な、状態であります。ただ当時のレコードって、これレコードの時薄いんですね。昔のレコードって薄いんですが、まあそういう声がこう入ってるという、歌声がね、入ってるってやつです。あとはこういう風なね、他にもこういう風な歌なんかが、まあ童話みたいな歌が入ってるということですね。まあこれが今現在のね、もう平成が終わろうとしてるこの時代の時にね、まだ手に入るのかというね、いうことを考えますとね、いかに貴重なものであるかっていうのがね、お分かりいただけるかと思うんですが、まあこういった貴重なものが、まあ手に入ると、ね、いうことですから。まあこれはね、私がこうオークションで販売でね、取引先のとこからね、こう預かってまいりましたけども、まあこれを販売したいかなっていうふうに思います。いかがでございましょうかね。
まあ、あとはお店側、お店の方にちょっとありますけども、取引先の店の方にあるんですが、まあ、ダイハツのね、パンフレット、まあ、ダイハツのパンフレットって言っても、もうダイハツのもう上層部の人、上の人たちだけに配られた、ダイハツの創業から、明治、昭和45年までの、ダイハツの歴史を、のことを書いた本。まあ、こういったものがね、置いてあるんですね。なんでそんな貴重なもんが置いてあるんだっていうね。でも、そういう貴重なものが置いてるんですよ。何しろ、ダイハツって言ったら明治の頃からありましたから、明治から昭和45年の頃までずっとね、あるわけですよ。だこういう、そういうね、本なんかも買ってみるといいんじゃない。買ってみるとっていうか、私のオプションで買ってみるといいです。ね。何しろ私のお故障以外じゃないとね、買えないですよ。ね。それだけ希少者だってことです。どうもありがとうございました。